やっほー、こんにちは。脇毛が結構伸びたので、今日は今から染めていこうと思います。必要なものがブリーチした後のサランラップと手を守るための手袋。こちらダイソーで購入しました。あとエピラットっていう脱色クリームを購入しました。こちらはドラッグストアで売ってあります。そして今回はピンク色に染めたいと思ったのでアイハーブで購入したものを使っていこうと思います。とそのカラーを混ぜるための容器が必要で、こちら豆腐のパッケージ使いました。箱に書いてある通り液体を1対1で混ぜていきます。でちょっと匂いがきついのでマスクつけました。ではひたすら混ぜていきます。混ぜたものを思い切って塗っていこうと思います。なんか動画見てたらドッキリで彼女の脇毛が生えてたらとかそういう動画はあったんですけど、実際なんか脱色して色を入れていく動画がなかったので、せっかくなのでと思ってちょっと撮影してみました。ブリーチのところをラップで蓋します。では15分間置きます。自分でやる場合は自己責任でお願いします。2000 years later。 時間が経ったのでブリーチを取っていきます。まあまあ色が抜けたと思います。もう一度脱色してもいいかなと思うんですけど、超めんどくさがりなのでもうこのまま色を入れていこうと思います。派手なピンクよりちょっと薄めなベイビーピンクにしたいのでコンディショナーで混ぜて薄めていきます。では塗ります。両脇塗り終えました。時間を置いて最後に洗い流します。結果はこんな感じになりました。派手な色じゃなく控えめなピンク色で個人的に気に入ってます。